趣味だ。おお、ありがとうございます。キリュウでは聞きました。でもリアルらしいね。キリュウはキリュウでまた別なんですよ。いていいの？それは言わなくていい。だけに、なんか好意。奥さんの方がしっかりしようか。お前らがなんかあーって。でも昨日も寝ちゃったよ。二人寝かしつけしなくて全然行かない。言ってくれないんでわかんないですよ。傷どういう設定でいくぞ。僕こんな話があったんだ。俺のテンション上がらんわ。待ってる？待ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。趣味だ。これは奥さん。いいよ。お前も出したの。本当かね。お前だけでも出すともらってないって言って金使っちまう。動画があります。そうそうそう。バーで渡すとみんな用があるもん。うちにいて、もうせっかくだから奥さん挨拶だけしても。もう早い。授乳中。ちょっと聞いてみる。父見てろ。レイの話の森塩があります。塩してやるから。こんばんは。こんばんは。はい、大丈夫です。おー、ありがとうございます。綺麗にしようじゃん。めちゃめちゃ頑張りましたよ。全然いなかったんだよ。あ、来たらなかったって聞いたら。私の荷物と、タケの、過ごしてきた、汚い感じが。あ、こんにちは。はじかしい。なったじゃん。違う、恥ずかしい。恥ずかしい。こんにちは。こんにちは。おいで。ね、怖いんだ。怖い、人見知り。めっちゃ人見知り。男の人には特に。こっちだよ、何ヶ月。わー、あとちょっとで2ヶ月です。うん、めっちゃちっちゃいや。すみません。あー、いいです、いいです。よっ。ずっと買い取って、いつも買っていたんだ。そうです。大変だった。やっぱ太ったね。私ですか？うん。ね、体型がね、しょうがない、しょうがない。まだ戻ってないね。でも10キロぐらいは減りました。あ、もっと太った。本当。14キロ、5キロぐらい増えちゃって。いつかじゃ、なんかユーで話聞いた？ユーでは聞きました。でもリアルらしいね。部屋で起きてることは知らないけど、生き量がついてるのは聞いてて、でも私の友達もその対処法をいろいろ教えてくれて、で楽になったんだよね。ちょっとチーンって鳴らすやつ。チーンな。私が送りつけただけで。いやいや、雇ったの？なんかあいつがヒデかなんかが、あれそれがチーンって言ってきますよね。はーとか言ってなんかあいつお店でなんかやるんだろう。これなんですけど。いると、これをこうやって反響するものが反響しなくなるんですよ。響きが悪い。本当に。本当です。まあでも、もう多分ちょっかい出さない方がいいよね。多分。今まで住んでて、私もずっと家にいて何にも害がないから、まあいるんだな、みたいな。先住民じゃないですか。私より先に。ポジティブ。なんかでも生き量でなるから、竹も。生き量は生き量でまた別なんですよ。ファンじゃなくて、いていいの？それは、言わなくていい。なんでファンではないけど、どっかで出会った人で、ついちゃったみたいで。お前が悪さして。結構悪さ。悪さじゃなくて、タケに、なんか好意。かっこいいとかでも、ついちゃうらしくて、簡単な思いでも。でもその人の場合はちょっと思いが強くて、ついちゃって。あ、実味があるの？あ、こいつだなっていうのがあるの？こいつだなっていう人がいるんでしょ？ヒデくんが、この人ですって言ったらしいです。断言したら。顔を見せたら、あ、この人ですって。そう、ヒデが、ヒデが当てた。ヒデくん、ヒデって言っただけで、ヒデくん。あいつ怪しいぞ。だから、どこまでが本当かわかんないですけど、それが事実だった場合、もう一生その人と関わらないようにしないといけないんで。あ、そういうこと。はい。あまり避けなきゃいけないんで。お母さんも強いんで、タケの。タケのお母さんも40代ぐらいでの、怒ってる顔の人がついてるって言って、霊媒師さん二人も言って、で、ヒデ君も言ってるんで、同じことを。本当？だから本当についてるんだなって思ったんで。そんなに四五十代女性ってそれおるのあったんですか？おるのですよ。でもそこまでその深い絡みはなくて、タケについてたのはなんか強いから、私がこっちに戻ってくるのが嫌
みたいで、怒ってる顔してる。だから私が帰る日にちを決めた日から竹がひどくなったんですよ、症状が。頭痛くなったりとか、お祓いのサイトここどうって送ると、それを見ると気持ち悪くなったりとか、途中で意識飛びそうになったりとか、寝ちゃうんですよ。何にも竹はできなくて、あ、六さんが全部手配して、私が手配して、もう日にちも帰る日も何も言わずに、あ、じゃあこの日にここ来てって、お祓いっていうワードを出しちゃいけないから。でも信じないですよね、安井さんは。僕はちょっとわからないタイプなんですけど、でも奥様が言うんで、もう責任取ってもらいますよって言って、あの前日取りに来たじゃないですか、うん、友達とかそういう同じ状況で彼氏についちゃって、うん、邪魔されたとか事故っちゃったとか、うん、なんか携帯が繋がんなくなっちゃったりとかってあったんで、本当にあったから、それ取りに来た時もありましたよ、携帯の半分が真っ白になって。あ、多分そういう感じ。じゃあもう本当に竹が事故ったりとか、うん、お祓いに来れない、体調悪くて来れないとかってなったら、じゃあ責任取ってくれますよね、だったら撮影してもいいですよって言ったら、大丈夫だろみたいな、大丈夫だよみたいな。いや、こっち引いて、そこまで深刻に言うは言われてなかったですけど、いや、そこまで深刻な話じゃなかった。大丈夫、大丈夫。知らないし、事情知らないし、信じる、信じない人も、そりゃいるから、でも私はもう裏で、もう1ヶ月かけて、めちゃめちゃお祓いの場所何件も電話して、回って、子供いるのに回って、で、竹にも申し訳ございません。すいません。なんか軽く。すいません。すっごく軽く来ちゃいました。大丈夫お前。マジかみたいな。そう。すいません。俺もお会いしました。でも、うちもそうなんだわ。まあ、ね、どこにしていいかとか、離婚したカップルが出てたんだよね。家建てて1年で。で、それを中古で買ったんだわ。思い出があるから。もうあるかもしれないね。から別に気にし、悪いことしないなら別に。そうです。亡くなってる方の方がやっぱ多いから、生きてる人より。ああ、そうだね。いて当たり前だと思ってるから、うん、別に。あ、そう、うん。いて当たり前と思ってるの？え、いるじゃないですか。もう実際見えるし。うん、霊感ある？私全くない。あ、もう全然見てらっしゃいんだ。見えないし。見えないし。なんかそんな話しに来たんじゃないけど。おめでとうございます。おめでとうございます。そうそうそう。そうそうそう、はい、その説はすいませんでした、本当に。はい、本当にすいませんでした。軽い気持ち来ちゃいました。私はずっといます。歌えないじゃん。うん、頑張ってもらわないと。でも昨日も寝ちゃったよね、一人。仕事に疲れて。寝ちゃったから、二人寝かしつけしなきゃいけない状態です。あ、そう。協力してくれない。言えば。言わないとわからない。本当に全く気づかない。気づかないから。あ、やってって言ったら、あ、いいよ、みたいな。あ、それでもめんどくさいでもいいよ、そんな。あ、でも、それ、そういうことは言わないです。めんどくさとか、とかは言われたことないです。あ、いいよ、みたいな。やってくれるって。あ、でも言ってくれたら楽かもしれないこと。俺もそういうとこあるかもしれない。女の人は気づいてほしいじゃないですか。あ、まあ、そういう。そこが男女の差。でも、もう、タケは言わないと気づかないっていうのもわかってるから、妊娠の時とかは気づいてほしい。使ったけど気づいてないと思う、まだ。あのゴミを重たいのに捨てに行ってほしかったんですよ、私は。全然行かない。言ってくれないんで分かんないですよ。気づいてほしいんですよ、こっちは。分かんな。自分はさ、やってるつもりってか、やってくれてるんですよ、扉開けてきてくれるとかぐらい。あ、やっててくれるんだけど、それ以外はもう妊娠してないのと一緒な対応だから。あ、なんか結構子供のことでやるんじゃないのだったっけ。いや、面倒見良さそうじゃん。お風呂とかも最近は入れなかったりしたし、あの寝ちゃって疲れたから。あ、そうか。ちょっと30分だけ寝るわって言って、そのまま朝まで。いいよ、俺も言えそこない今日だから。まあ、わかるよ、まあ、やんなきゃね。しょうがないですけどね、仕事。もうそれで言ってくれるって優しいよね。わーわーわー言わんな。もう本当やってないんだよ、うちの人は。わー、あの、お母さんに言ってます。あ、そう。竹の。そうだよね、なんでもいいもんね。どうしたらいい。竹も別に悪口言うわけでもない。二人
連れてきちゃもううっせんですよ、嫁がまたギャ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 みたいな。内心思ってるかもしんないけど。そういうことも、ね、思ってない。大体言うじゃん、まあ、その思あ軽く思っとっても、うん、半分おじさんが言うじゃん、男なんかさ、そういう社会とかさ、まあ、男同士で。だからまだ続いてるんだと思う。あ、それがないから。お互いにあったら、うん、他に。考えます。で絶対仲いい夫婦っすよ。絶対。はい。どう OK って言うだけでももう仲いいよね。やめてよ、もう年ですもん。でなんか旦那もなんかそうやって嫁が言っとったとは言えずなんか板挟みになりながら、いや今日ちょっと体調悪いな、戻しまっていいですかとか、そういう感じじゃない、うん、普通大体。あるよね、多分でも。たまにある。たまに動画の撮影じゃない、それご飯、足ご飯でご飯行くっていう時とか、ね、体調悪い時、どうしても行きたくないなとかってなるじゃないですか、うん、でももう僕は行きますって言っちゃってる手前で、そうかも別にいいんじゃない、より体調悪いのでちょっと時は、まあそうなんで、なんか言えないんですよ、言えないよね、竹ね、あんまり、わかるわかる、勢いで言っちゃったって、お前なんか断るのもなんかな、どうするのそれ、言うんだよね、でも結局言うっていうのそれちょっと読みたいちょいねって、いや、そこあんま気にするような人間もいないしね、って思うんですけど、なんか思っちゃうんですよ、僕だからだから気遣いだな、お前な、嫌いじゃないから、うん、そういうワイワイしたとこ結構ドシッとしてるよね、奥さんも、なんかなんでですか、いや、なんかあんまりああいうとこ行って喋れんことかもおるじゃん、喋れないですよ、私も結構なんかやっちゃう、喋ってない、なんか気遣いすぎても疲れるし、あんまり気遣うのもまた疲れるし、なんか仲良くなりすぎても揉め事とかなんかいろんなこと誘われるとめんどくさいじゃん、でもちょうどいい距離、そう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 、なんかミオもそれ言ってたかな、あ、ミオちゃんうまいよねって長野人すごいうまいよねとか、なんかいい距離だからって言って、そうそうそう、ミオちゃんもいい距離感保ってると思う、そうそう、ミオもなんかそう言ってたね、もうでも無事生まれてね、安心だね、二人で大変なんだよ、僕は。そうですね。頑張って、本当に。まあ、仕事は言うのいいじゃん。仕事は、そうですね。学校とか行ってるでしょ。まだ幼稚園です。あ、まだ幼稚園も行ってない。2歳。どうしようか、あっち行ったらこっち行ったら。あ、まだ行ってないんだ。あ、これからか。これから。一番大変だよね。そうです。二人とも見なきゃいけないから。ね、でも本当に、ペコちゃんが見て、うん、もう預かってどっか行っていいからって言ってくれてるから。この子の子も、うん、で預かってもらったことあるの、まだこっち帰ってきたばっかなんで、うん、なるほど、預かってもらえるのじゃん、ないじゃない、何ですか、預かってもらうの、めちゃめちゃよくしてもらって、もう3人育ててるから何でもできちゃうじゃないですか、うん、ペコちゃんって、うん、だからもう何も気にせず預けられちゃう、タケに預けるより全然だってタケこの子3ヶ月の時、私ちょっと出た時、うん、会った時に、うん、抱っこ紐つけてこんな顔して、うん、ずっと泣いてんだけどみたいな、早く帰ってこいよみたいな顔の写真自撮りを送ってきて、もう無理だ、嘘、俺も無理って、それとかなんかあれだよね、やっぱその座っとるよね、あ、いいっすか、預かってもらいますってなかなか言いづらいじゃん、いやなんか言ってもって、もだって言ってくれてるもんね、昨日ご飯食べに行って、そういうのがいいよな、奥さんの方がしっかりしとるな、気も座っとるな、お前なんか、あーってなんかチビだけどな、そうですいやなんかそれ恥ずかしがりって感じで、可愛いとこあるじゃん、だけってそれとこあるよな、なんか気遣いすぎちゃうとこあるよな、なんで言ってないのって思う時あります、なんでなんか何か忘れたけど、うん、言ってないのみたいな、あ、みんなとかね、そうです、あ、あるかもしれない、なんかお前するとこあるかもしれない、まだ忘れてるだけなのかもしれない、ね、忘れてる、まあ、休みを取るだったで、ね、うん、多分忙しい時期で、うん、なんか言い出しづらいなっていう時があったんですよ、忘れとんのと言い出しづらいのが、まあ、交互に重なってくるから、今じゃねえな、今じゃねえなって思い出しても、で自分 の, その頭の物件があると、うん、いや俺この日はやめると、まあ、でも言わなきゃかんなみたいな、そうだな、それ段取りしてからあ必要が、ね、あるのは分かる、まだけど調整していくしかないもんね、もうどうしても そうなんですありがとうございます
ありがとうございます。もういいですか？もう自分が結構口も聞いたし、はい、そんな口言ってないですよ。もっと言えるからまだあるの？まだ全然あります全然。まあ行きましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。わざわざ。じゃあ、せーので、また見てみましょうか。はい。静かに。はい。じゃあ、せーの。また見てね。突然来てすいません。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。